2020年9月15日、よく晴れた穏やかな朝、見通しは良く、こんな日は眩しい朝日が期待できます。出た出た、買ってよかったな、やっぱりピーカンじゃ。あれでしょ、こうしてる。僕も刺してる。波消しの堤防へも出て、カモメがいっぱいおったことがある。だるま大王とは、登ってくる朝日が沈んでいく夕日が水平線に差し掛かった時、もう一つの太陽が現れ、まるでだるまの頭が胴体にくっついたように見える不思議な現象が起こります。だるまになりました。これは海水と大気の気温差により光が屈折して起きる自然の芸術です。これが瀬戸内海沿岸でも起きます。こうして、今日朝の天体ショーは終わりました。